アンソニー・ベーコンアンソニー・ベーコンは、チューダー長期イングランドの政治家、スパイでもあった。哲学者、フランシス・ベーコンの同母兄にあたる。1558年、サー・ニコラス・ベーコンとその妻の息子として、ロンドン・ストランド・ヨーク・ハウスに生まれる。父はエリザベス・朝最初の大法官権庶民院、議長権国事証書,書であり、母は、女王エリザベス一世への側近である初代。 バーリー男爵、ウィリアム・セシルの妻、ミルドレッド・クックの妹だった。また、バーリー男爵とミルドレッド夫妻の息子で、後の初代ソウルズベリー博、ロバート・セシルは、母方の重廷にあたる。3歳年下の同母弟フランシスと行動を共にし、1573年に、父の指示で一緒に、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ入学したが、1575年に、 学位を習得せず、大学を去り、勉学は2年間だけだった。翌1576年にも、弟と共に、グレー放送院へ移ったが、1579年に、父がわずかな遺産を残して死去すると、後ろ盾となる、はずのバーリー男爵が手を貸してくれなかったため、フランシスともども、エセックス博。 ロバート・デ・バルーに近づき、フランシス・ウォルシンガムの諜報網を再建した。1579年に、父の死で帰国したフランシスと入れ替わるように、諜報員として大陸へ渡り、1592年に帰国した。エセックス博に仕えてからは、諜報活動に専念し、エセックス博の諜報機関を一手に束ね、スペインに買収されたスパイを摘発。 それがもとで1594年に女王暗殺を企んだとして、ポルトガルユダヤ人の女王ー・ロドリゴ・ロペスが逮捕される事件に発展した。アンソニーはエセックス博と打ち合わせて事件を調査、ロペスから暗殺の自白を引き出した。また1593年の議会で、フランシスと共に庶民院議員に選出されたが、健康が優れず登院しなかったという。 エセックス博が女王と対立するとフランシスと共に仲介に奔走したが成功せず1600年に女王の命令でエセックス博の屋敷から退去させられた翌1601年2月にエセックス博が反乱を起こして処刑されると後を追うように5月に亡くなった健康に優れなかったことに加えエセックス博の救出活動による新郎が式を早めたとされる 遺産として父から受け継いだ、ゴランベリーハウスはフランシスが相続した。石、P488P489 石井、P30 塚田、P17P21P60 石井、P32P35 塚田、P75P235P236 石井、P487P492 P494 P496 石井 P42 塚田 P17 P237 石井 P533 石井 P52 P53 ありがとうございます